どうも、オモヒゲです。ってことで、今回は、最後のクエスト、関する者たちというね、5頭連続討伐っていう、かなり難易度の高いクエストなんですが、そちらの方、なんとか達成してですね、1段階レベルアップしたいと思います。名前の色の方がね、変わるそうなのでね、見た目も周りからもね、ちょっと一目置かれる存在になるんじゃないかなとこってことでね、なんとかソロで倒してみたいと思います。こちらのクエスト、フリークエストをすべて、クリアしないと出てこないので、頑張ってフリークエストの方すべて、クリアしてみてください。まあ、正直言うと2つぐらいクリアしてないんですけど、なぜか出てきました。カイトが上位はいいのかな？マスターランクも1個クリアしてないのあるんだけど、もう出てたんで、まあとりあえず行ってみましょう。怖いな。最初はティガ。さあ、なんとか倒せるんでしょうか。はい。まず石を投げて真ん中におびき寄せますね。あ、当たんない。あ、マジか。マジっすか、ティガさん。はい、じゃあもうぶっ飛ばしで倒すしかない。よし、まず倒して、とりあえず切り刻む、切り刻む、切り刻む。はい、切ってく、切ってく。外す。ああ、もうゲージを貯めていくしかない。はい、痛い痛い。不動。罠なんかもね、積極的に使っていきましょうか。あ、やばいやばいやばい。罠、しびれ罠。こっち。よし、オッケー。よし、よっよっ、はい、よし。さあ、ゲージを回収していく。まだまだだからね、まだ1投目だからね。あ、マジか。全然当たんねえわ。最近ライトボウガンで楽してたから、タチが全然。さっきもね、ちょっと練習がてらいろいろやってたんだけど、全然タッチ使えなくなってた。よし、だが失敗する。見切り調達したいよな。よし、もう不動でゴリ押し。怖いけど、まあ5頭なんでね、多少体力は低くなってると思います。はい、お供の装備変えた方が良かったかな。これ戻り玉とか確かでき使えないんだったよね。寝かせたりしないと。てか戻り玉俺持ってきてないのか。あった、ほら、使えないじゃん。寝ても使えないじゃん。マジか。そして石がない。いつもの石がない大作戦だ。石がないぞ。石がない。しょうがない。爆弾でも置いて。水爆。あまりやらなくなった水爆で。はい。あ、てか俺石持ってるじゃん。
バカか俺は。はい。おお、やめてください。静かにしなさい。お、これ使える。うるさいうるさい。あー、ちょっと押させて。痛い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 。ちょっとティガーさん、そういうのやめてくれ。チャンス。なんで。よし、当たった。とりあえず当たった。当たったけど気絶中。はい。体験の方いいかな。はい、痛い。ゲージがたまらない。嘘を押してるんだけどな、見切り。はい、全然当たんないわ。回転切り、マジかよ。よし、危ねえ。痛い。くそ、なかなか強敵ですね、さすがに。乗りたいな。乗ろうか。よし、乗った乗った。さあどんどん乗って早く倒したい。倒す倒す。このクエストはソロでやらないとね、やっぱり成長したってことにはならないと思うんで、救難は出さずに、にゃんここのみで頑張りたいと思いますんで。はい、はいはい。壁とは間に合うから。よっしゃ、よしよし。ゲージが青になったぜ。うっそー。痛い。あ、もう捕まえれんじゃん。よし、はいはい、よっしゃ。これ戻れるのかな。あ、戻れる。倒したら戻れるんだね。よかったよかった。はい、しびれ罠と落とし穴なくなっちゃうからね。次はナルガかな。よし、ブラキの時はね、爆発けないといけないから、装備変えないといけないんだけど。次は誰だ。まだティガが眠ってるけど、出てくんのかな。あそこから出てくるんだよね。出てこないよ。ゲージため、あ、ゲージためとこうと思ったのに失敗した。きたー。さあ来い、なるかちゃん。爆弾置いとこうか。
どうせ使わないしね。よし、もうティガと変わんねえじゃんね。動きすぎ。ちょ、あんま動かないでよ。このね、なんていうの、ワイバンレックスとかいうワイバンレックス型のこの骨格のモンスターは本当に動きが速いから攻撃が全然当てられないんで。はい、いいよ。それでもなんとか当てていきたい。よし、ゲージ赤だからぶっ飛ばししたいね。頭なかなか貼り付けない。よし、ここならいけるでしょ。よしよしよし、尻尾でもいいか。ほっ、よっしゃ、いいよいいよ、ティガよりいい感じ。あー、きついきつい。おお、この攻撃を忘れてた。じゃあ罠仕掛けよう、この辺に。よし、ナイス、さすがナルガさん、空気読めてる。よっしゃ、117も出る。はい、当てさせない。嘘、もっとさ、このまあ俺の悪い癖でもあるんだけどさ、コントローラーのせいにするという悪い癖があるんだけど、もっとさ、感知を良くしてほしいというか、コントローラー買えばなんかその辺変わったりすんのかな。コントローラーのせいにしたいんだよ俺は。よし、飛ばし、じゃないとね、判定がおかしい時あるから、気のせいなのかな。ここも真摯に受け止めるしかないかな。はい、尻尾切りたい、役目だから。フレーム回避からの鬼人斬り。よし、あら、乗りたいね、乗れそうじゃない、乗れない。どこ、乗れないわ。攻撃した方が良さそうだね。はい、よし、チャンス、当たれ。よっしゃよっしゃよっしゃ、はい、ほら、結構当ててるけどまだか。よし、いいよ。はい、よっしゃー、ナイス見切りだね今の。あれ、なんだ。はい、尻尾切れないね、役目なのに。あれ、ほら今もう押したんだけどね俺。落石、
お、ナイス。さすがナルカさん、空気読んでくれた。自分から当たりに行ったね。まだか、まだ終わらないか。嘘、列車列車、うわ乗りたいのよ、乗らせて、うわニャンココ助けてくれ。よし、もう一回挑戦。乗れないな、時間もあるからさ。あー、よし、スリンガー、スリンガーをちょっと使っていく。うまく、早い、早すぎた、早すぎた、埋葬終わんないね。ちょっと落とし穴仕掛けようか、落とし穴。はい、あれ消えた、え、壊せるのなるかって落とし穴、マジで嘘でしょ。そんなの知らないぞ俺。何、忍者だから聞かないの、嘘だよ。ほっ、あー、そうい、聞かす、そうい、え、マジで落とし穴。お、尻尾切ったって役目でしょ。あ、終わった、ちょっと尻尾だけもらっとこうか。次は誰だっけな、次はね、次ジンオーガかな、もしかして。せっかく不動来たのにな。よし、アイテム、アイテム、アイテムボックス。ちょっとお供のさ、お供の、どうしよう、お供の、この顔気持ち悪いよね、これ。これにしようか。お供の武器、ミツムシじゃなくて、ガチャブンもいいな。足止めにしようか。で、これもさ、この武器もさ、こっちにしよう。こっちの方属性高いんだね。あ、やっぱり。オッケー。おともちゃん行くよ。食事、食事しようか。攻撃アップ。よし。うん。順調に。ジンオーガだ。やだな、ジンオーガ。あ、ゲージ、ゲージもキャンプ戻っても落ちないんだね、知らなかった。よし、落とし穴仕掛けよう。まだ見つかってない。何やってんだ。わあ、壁ドンすればよかったな。まあいいや。
こっちだよこっち。空気読まないね君は。壁ドンするぞ。壁ドンもさせてくれない。よし、もういっちょ。よっと、いいよ。この野郎、お前は空気読まずに。落とし穴いつ入るんだよ。はい。お、寝るのでは。石ころがなくなっちゃったからね。さっきの取っといたから。どこだ。あったあった。よし、ほっ。もう一回壁ドンしてやるぞ。お前は言うこと聞け。あれ、怒り状態、寝起きなのに。マジかよ。だからそこでそこで戦わないでよ。分かったから、怒りなのは分かったから。よし来た。はい、まずこれを当てる。よし、ナイス。闘技場は素晴らしいね。そして切り刻む。よし、投石樹いいね。壁ドンしても残ってるから、ね、1個しかつけてないの。これは便利だわ。まあ、傷つけすれば落ちるんだけど。おい、これはいらないよ。先行じゃなくてしびれ罠をつけてくれ。お供の、お供、虫かごの指笛。それじゃない、しびれ虫かご。お供も空気読めねえな。はい、はい。痛い。お、ここだ、ナイス。こっちこっち、こっちだよ。よし、あー黄色ゲージになっちゃったね。はい、よいしょ。当たるかな。あー、どこ行ってんだよお前は。ほんと空気読めねえな。痛い。不動、お、不動のゴリ押しタイム来たぞ。はい、ゴリゴリのゴリで、ゴリゴリのゴリです。壁ドンできる。ゴリゴリしてた方がいいか。動かないであんまり。ゴリゴリチャンスだから。あ、怒っちゃった。はい、はい。タッチはやっぱもうゴリゴリじゃないと、ゴリゴリのゴリで戦うしかないよね。ねえ、そんなに一個一個のダメージはないから、やっぱりしっかりとね、もうバンバン当てていくしかないというか、少しの多少のリスクは背負ってもゴリ押しでいった方がいいのかな。お、チャンス。違う違う違う。よし、オッケー。
よし、もうそろそろ終わるんじゃないの？終わりそうだね。ゲージャオ、わーお、吠えすぎ、おチャンス、よっしゃ、はい、終わった、寝たんかい、しびれ虫かご、あ、ない、ないじゃん。やってもうた、やらかしてもうしたね。しびれ、しびれ虫かご、しびれ虫かご、痛い、よし、ナイス、あ、効かないんじゃない、効かないね、多分まだ終わんないね。はい、うわ強いな。時間間に合うのか、何分だって、50分か、ちゃちゃちゃっと終わらしたいんだけどな。痛い、あ、死にもうす、死を、死と直面する、あぶれ、よし、はい、なるほど、こういう時に使うんだね。ああ、もう神王が体力結構あるな。死なね、もう押しちゃえ、当たるでしょ、よっしゃ。当たったぜ、もうこれで終わるんじゃないの、よっしゃ、終わった、まだ2体もいるんだね、しんど、マジしんど、いやー、レベルアップのダメだ、これを乗り越えればきっと成長するはず。ブラキ、ブラキはね、耐爆つけないといけないからちょっと変えようか、よし、アイテム、アイテム、アイテムボックス、よし、ちょっと水分補給、よっしゃ、爆破には爆破でしょ。怪力の種食べとけばよかったね。しびれ虫かご、あ、いるじゃん、ブラキちゃん、あ、もう設置してあるし、優秀すぎ、こっち来い、早く、よっしゃ、バカめ、はい、よっしゃ、ぶっ飛ばし、あれ、失敗した、マジかよ、おい、飛ばし失敗すんの今ので、
ちょ、動かないで。いい子だから動かないで。やめて。もう動くモンスター大嫌い。みんな動くでしょ。よいしょ。おナイス。あ年金うざい。なんでこんなとこに年金あんだ。当てさせて。よっしゃ、とりあえず当てた。おほねえ、石がないのよ。石ころ問題。あっちにもないでしょう。もうあの大砲とか使いたいけどね、使い暇ないしな。ダメだ、ない。爆弾で起こすしかないか。起きちゃった。もったいない。よし、うるさいうるさいうるさい。虫かご、もう一回虫かご。うわ、なんでここで爆発すんの。はいはい、痛い痛い痛い。お、乗れるのでは。よっしゃ、さすが乗り名人。つけてないけど。よし、いいよ。時間が厳しいかもしれないね。間に合うんだろうか。ブラキを早く終わらせないと。はい、順調に終わらせたいね。ブラキは先行。ここで先行を出すという謎の友。よし、ご了承タイム来た。よっしゃー、死ぬため。あら、俺と戦えよ。俺と、はい。あら、全然当たってくれない。来い、来ない。なんで俺に戦わないの。当たんね。よし、当たんない。お、ぶっ飛ばししたいけど石がない。ちょ、マジでゴリ押しタイムなのに。バットでいいか。バットで強化打ちができない。よし、ほら、何。お、しびれ罠来た。よし、終わらせたい、早く終わらせたい。間に合わない。落とし穴使いたいね。こっちこっち。よし、これはチャンス。よっしゃ、まだ討伐じゃないか。
マジでそろそろ終わらせないとやばいね。間に合わないって。はい、よし、転身。やばいぞ。ちょっと時間がねえわマジで。時間との戦いだなこのクエストは。うわ、体験失敗したな。うそ、うそ、はい、くそ、当てさせてくんない。よっ、お、あれ使えるじゃん。激流砲だっけ。こっちこっち。いやいやいや、はい、よっしゃ、あ、終わった。さすが、あと12分。うわ、際ど。12分で倒せるかな、ディノ。マジか。よし、やるしかない。食事もしてと。あれ、やばいな、間に合うかな。際どいよね、時間的に。よし、もう設置しておこう。で、さっきの石ころをもらってこよう。え、来た。石ころ、石ころ。下だよ、下。時間ねえんだから、早く。よし、早くゲージも貯めないと。はい、はい、よし。もう一個どこだ。しびれはな、しびれはな。おい、こっちだよ。よし、はい、あと10分。おー、ぶっ飛ばしできるか。あ、怒り状態だ。怒り状態か。痛い。そう、うわ、お、寝た。寝かせる暇なんてないよ。よっしゃ。
これで回収できるね。よし。お、しかも不動。お、ナイスだね。しびれ罠、しびれ罠設置してくれ。よし。痛い。時間との戦い。当たんねえし。最悪だ。まあいいや。うわ。嘘。ちょっと。カブト割りさせてよ。よっしゃ。いいよ。いいペース。よし。おお、尻尾もう切れた。もう尻尾切りではこっちのもんだろう。ディノさんちょっとあれ出したね。やめて。なんだよ、全然当たんねえじゃん。よし、はいはい、先行。はい、よし。よし、ハイペース、かなりいいペース。転身からの転身、ぶっ飛ばしはできない。はい、痛い。よし、よし、いいよ、いいです。さあ、全然当たんないけど。お、疲れてる疲れてる。こんだけ動けや疲れるでしょう、誰だって。うぅ、お、はい、ゴリ押しだ。ゲージが気になるけど、切れ味が気になるけど、知ったこっちゃねえ。当たるかな。よっしゃ、おお、ナイス。もうすぐ電話、もうちょいだね。よし、ナイス、ナイス、身代わりの音も。痛い、痛いって。あ、よし、お、これ当たるん、当たらないか。当たれ、あっち行け。当たんねえか。もう5分だっけ、残り。まだ乗ってなかったっけ。ああ、残り5分、来た。しびれ虫かご。よし、恐れずに行きたい。よし、あ、黄色。黄色かよ。よし、あー、あら、乗りたいね。お、終わった。
おっしゃー。あー、しんど。めっちゃ時間かかったな。45分だから、まあ1体9分ぐらい。ギリギリですわ。ギリギリ。リノがだいぶ、でも、早く終われたんじゃないかな。一番時間かかったの誰だろう。ジンオーガかな。ジンオーガか。ティガ。わかんないけど。まあこんな感じでなんとか、この最終クエストの方、クリアすることができました。おめでとう。これでね、文字の方が、名前の文字がね、色が変わりまして、また一味違った存在になれたと思います。ってなわけで、今回は、かなり大変なクエストだったんですが、ソロでクリアすることができました。お、しかも、この調査団チケット G も2枚もある。まあ、こんな感じで皆さんもこの最終クエストを目指して頑張ってみてはいかがでしょうか。モンハン、ぜひ、皆さんと一緒にやりたいと思うんで、ぜひご購入してもいかがでしょうか。で、以上、おもひげでした。イエーイ。